フランソワ・オーギュスト・ビクトル・グリニャールは、フランスマンシュ県のシェルブール出身の科学者。ホの製造業者の息子として生まれ、リヨンで数学を学んだ後に科学に転校し、フィリップ・バルビエールに学ぶ。1910年から、ナンシー大学の教授に就任。バルビエールの研究をもとに開発した、グリニャール主薬発見の功績で、1912年に、ポール・サバティエと共に、 ノーベル科学賞を受賞した。この研究によって有機合成が一段と進展した。第一次世界大戦では五長として従軍し毒ガスの研究を行っている。ドイツ側で彼と対抗したのが同じくノーベル科学賞を受賞したフリッツハーバーである。1919年イコーリオン大学教授を務め、1935年にリヨンで生涯を閉じた。 グリニャール最大の業績はマグネシウムを使ってケトンとハロゲン化アルキルを結合させる新たな技法を開発したことである。この反応は有機合成化学の発展に重要な役割を果たした以下の2段階で行われるグリニャール試薬を作る。これは有機ハロゲン化合物 RX とマグネシウムの反応で生成される有機マグネシウム化合物である。 グリニャール主役は一般に RMGX で表されるが、実際の構造はもっと複雑である。カルボニル元を加える。ケトン、またはアルデヒドをグリニャール主役の入った溶液に加える。MG と結合していた炭素原子がカルボニル元の炭素原子と結合し、カルボニル元の炭素と結合していた酸素がマグネシウムと結合してアルコキシドを形成する。これは、 カルボニル元への嗅覚不可反応の一例である。その後、酸性水溶液を加えることで、アルコールが得られ、マグネシウム塩はその後に処分される。グリニャール反応はより小さな分子から有機化合物を作る重要な手段である。この業績により、同じく、フランス人のポール・サバティエと共に1912年のノーベル化学賞を受賞した。ありがとうございます。